郡山城は大阪府茨城市にあった日本の城。郡山城主の郡正信は高槻城城主、和田これ正の家臣で、群村、中川村、宿川原村、上野村、下井村、五市村、七河村を領地にしていたようである。郡山城の遠隔については、ほとんどが不明で、いつ築城され、いつ廃城になったのかわかっていない。白河原の戦いで、 和田これまさ、池田勝政の連合軍と、荒木村重、中川清秀連合軍が戦ったが、その時、荒木、中川連合軍が、郡山の馬塚という地域に陣取りしたが、それは、郡山城のことを指しているのではなく、ここから北へ、約200メートル先の、本町寺周辺との指摘もある。また、信長公山より氷山へ、ご参陣なりと、 被災があり、この城との関連性が言われている。また、軍山祭の構築は秀吉が担当とされており、有岡城の戦いで工場軍として豊臣秀吉がこの城の集築したとしている。また、水田城の十三市城の一つとして記載されている。何は少年院城閣についても不明な点が多いが、明治時代初期に作成されたと思われる、東雪上志図史に、 氷山城の絵図がある。これによると城石とされる部分は南北60県、東西67もあり、現在の何和少年院の大半が群山城跡と推定されている。またこの、東雪ま城し図しには、約3分の1が、山地、約3分の1が、二十歳、約3分の1が、伝示とあり、この時にはすでに城石としても消失し、一部が多畑か。 していたと思われている。何和少年院は小高い丘の上にあり、このような場所が城郭として戦地された。また、茨城市教育委員会が建てた案内看板の下に、氷山城で使用されていたと思われる石垣の石が置いてある。これは、大正11年に何和少年院の工事中に大量の石垣が発見され、その中に軍家の家門と推定されている。 三通鱗や三通星の刻印された石も出土した。またこの周辺には、城の内、門口など城石を思わせる地名が残っている。三通鱗の刻印、上下が逆になっている。現在の群、山城、少し高い大地上に築城されたと思われている。ありがとうございます。